11月18日、1日の取引を終えました。日経平均株価は先週末に比べて113円44銭高い23,416円76銭でした。23,400 円台に乗せました。ただ今日の高値というのが 23,420 円でありまして、こちらは11時1分につけたもの、5場は前場の高値を抜くことができませんでしたが、今日1日の高値420円に対して416円で引けていますから、ほとんど高値圏では引けています。トピックス先週末に比べ 4.05 ポイント高の 1700.72 ということで、1700ポイントの節目に再び乗せてきました。ただ東証一部売り買いほぼ拮抗状態です。値上がり数が全体の 50% にあたる1000トンで90、上昇が1090、対して下落が973ありまして、ほぼほぼ拮抗状態というのが東証一部でした。指数はこじっかりでした。そしてマザーズ指数ですね。マザーズ市場は全引け12ポイント高に対して大引けでは 15.3 ポイント高ということで、こちらは5場やや強含んで終えています。そして日経ジャスダック平均株価、前引けとほぼ変わりありません。前引け25円89銭高、対して大引け25円77銭高と、こちらはほぼ前引け水準で引けました。東京市場今日は4つの指数とも上昇で終えています。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均は 23,500 円の節目にワンタッチした後やや押し返されたというのが先週ですが、先週の金曜日に陽線を立てて踏みとどまって、週明けの今日再び 23,500 円を伺うような動きを見せています。陽線をつけて買われています。113円高 0.5% の上昇でした。ただ23,500円の節目を上抜いて定着するためには、米中絡みの話などもう一段二段強い確固たる買い材料が必要となりそうです。週明け今日の東京市場で目立っていたのが半導体関連株の強さです。例えば6857アドバンテストになります。アドバンテストは陽線をつけて5650円、今日は先週末に比べ200円高 3.6% の上昇でした。週末のアメリカ市場、株式指数も強かったですが、半導体ソックス指数ですね、こちらも強く、半導体関連株、半導体関連メーカーの決算も良かったということで、世界的な半導体不況の底入れが観測されています。このあたりアメリカの半導体指数の上昇も相まって、東京市場の半導体、特に半導体の製造装置関連株、今日は物色されています。アドバンテストは 3.6% の上昇でした。一方で東京市場決算発表が続いていますが、こちら業績関連で売り続けられているのが8219青山商事です。洋服の青山展開している会社ですけれども、こちらは8日の日に決算発表を行いました。今期創業以来初めて最終赤字に転落するということで、その後発表後断続的に売り物が続いてなかなか下げ止まりません。週明けの今日も24円安 1.3% の下落ということで、チャートだいたい1900円ですとか2000円付近だったんですが、売り圧力がなかなか止まらず売りやまずといった格好、直近の安値ですね、ここの安値も先週末以来の下落で割り込んでしまっているような状況であります。なかなか業績関連で売り続いている、売りやまない銘柄としては、この銘柄がこのところ顕著な動きであります。今日の東京市場、日経平均が100円を超す上昇幅でありまして 0.5% の上昇、再び 23,500 円の節目トライの体制が整いつつあるというのが週初立ち上がりの動きでした。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。